フリッパーを選んだ理由ですけれども、まあ、群馬県内で、パディの加盟店を探していた中で、まあ、ファイブスターのお店ということなので、そちらの方でお邪魔をさせていただきました。はい。ダイビングをやってみて、いや、良かったことなんですけれども、なかなか今まで海の中の生き物というのを、野生のを見ることはなかったので、そういったものを初めて見られて、やっぱり水族館とはまた全然違うものを、そういった新しい世界を見られたので良かったです。これからはもっとスキルを磨いて、自在に水中で動けるようになりたいと思います。そうすればどんどんまた新しい世界が広がっていくと思いますので、うん、これからも頑張っていきたいです。以上です。ありがとうございます。よろしくお願いします。